て本日も続けていきましょう、忍たま乱太郎。まあ毎回毎回約束の言葉を打つところから始めていきたいと思います。じゃあこれで前回正之助からカエルをもらって迷いの沼、それを使っていきたいと思います。まあ新しい情報とかは多分このエサジャワンは死ぬならなんたらという死んでも走ろうだった。これに取られていると思います。本当にこの山本先生はどちらが本間ものの姿なのかっていうのがずっと言われています。今も出てんのかな。なんで。ここじゃないのか、てっきりあそこだと思った。でこの馬乗りの兵士はとにかく倒す。今のところ一番経験値をよくくれる敵だからな。あそこか。で大体これもここまで敵と戦ってみて分かったけれども、じーっとしてるとダメだな。もうとにかく何かしら動きまくれっていう。な、道案内の亀が動き出したよ。よっしゃあ、後についていこう。頼んだぜ亀ちゃん。でそのまあ、とにかく止まるなってことだな、このバトルは。地面をずっと走ってたりせず、ジャンプで
ていう風な感じがいいみたいだと。迷いと字で書いてあるんだね。なんか迷いと字でカタカナだったら、あの逆転裁判の第2話を思い出すんだけどな。意外ねえぞ、意外。ここだな。この中に意があるのか。まあ酔いの沼なんだからここにはねえつの。おっかない忍者こいつは。まだ倒せねえな。あいつを倒すには打ち下ろしパンチ。ねえねえ自分。ジャンピングパンチなのか打ち下ろしパンチなのか。こいつは違うな、普通に。こいつは鍵爪飛ばしの感じ。こいつほど楽なやつはいねえと思ったら、バフリューション豊かな攻撃を。あ、なるほど。なんで落ちたのかと思ったら、占領箱の上に行ったためにスーってスライド式に落とされたんか。こいつやだ。しぶといわね、経験値こんなにくれねえからな。逃げタイミング逃すとこの空飛ぶ攻撃に食らった。ここに投げたって倒せねえかなと思ったけど、you
パターン入られた。ヘムヘムがいるおかげで逆に道具の方を先に使えばヘムヘムの買い物、どんぐらい時間かかるかわかんないけれど、パターン入られた。もうこのパターン入った、もちろんパターン入られた。ゲームセンター CX のあのセリフです。パターン入った、あれの逆バージョン。今度は鎖釜のビッグ。パターンをよく入れてくれてき、ヘムヘムをここで使えるんかな。ヘムヘム買い物頼むよ、買い物。まあちょっと高いけどな。ヘムヘム気をつけてね。ヘムヘムありがとう。まあ倍だけれども、多分今までゲームオーバー一度もなってないから、燃料箱の上乗れるじゃねえかよ。もうパターン入られてる。カウンター食らした。しかも2本一手に飛んできてくれてる。倍だけれども正直
やっぱりここの中で忍術使って回復するよりかはこっちの方がいいな。立ち回れればノーダメージで勝てるんだけどな。うまく立ち回ればね。もうとにかく空飛ぶ忍者は一目散。してくれたな。ダメージパターンだ。自分で倒してないんですけど。ハートがもう一段階に行くと色が変わるんだ。こっちか。あら、元に戻っただけやん。つまりどう移動しようがこっちにしか行けないわけね。ここは行き止まりでした。前に間違って高い方買ってきてくれないかな。ジャンプパンチしか効かない。あれ、なるほどね、そういう罠か。行き道が違うとダメってことか。
私は全ての武術に優れているのだ。さあどっからでもかかってこい、コテンパンにしてやる。さあ、その程度で全ての武術に秀でているって、まあゲームだからね。激ジュメお茶、お茶ないのファンの茶碗は井戸茶碗といって値打ちのあるもんなんじゃ。だからわしのコレクションに加えてやったんじゃ。返し惜しくばこのわしを倒してみ。死んでも走ろうが現れた。さあ勝負だ。宝禄や二の仕方だ。ドーンといってみよう。ドーンと、なんか結構でかいな、登録や。スキャリドゥー今、結構食らうな。せっかく持ってんだから、使ってあげないと。うん、やっぱりな、両方に使えるわけか。登録費や、しんべヱが勝手に使って爆発させたっていうアニメがあったな。おい忍者げる。反射修理剣、まあ全然通用しねえ。結局は このイノシシ刀が一番いいわけか。よーく切り丸避けてくれた。
死んでも走るやつきだ。3400の修行書を手に入れた。エサ茶碗を手に入れた。うん、じゃあこれで戻りましょっと。忍術早がけギーンと。ありがとう、ありがとう、この餌じゃ。これから海に出て西に行ったドクタケ城の出城にも巻物があるようじゃよ。やっとこさ、最大の、最大というか昔からいたライバルが、大公平のおっさんが、冷めた、冷めたザーサイだったっけ。あ、冷えた八宝菜だ。あったかい麻婆豆腐っていうのもあったりね。もうあれ昔どんなパターンで間違えられるかっていうのが面白かった、面白かった。さて海に出て西って言ったな。まあ一応ここで約束の言葉聞いておいて、昔はこれを見るのに。さあ海に出て西、ドクタケ城やーい。もうああいうおかしな敵キャラで勝負するのはあいつだけ、馬だけ。あ、逆に空、海だからこういう敵しか出てこねえのか。なんか西に行ってんのか北西に行ってんのかわけわからなくなってきた。ただ船降りる場所がねえんだよな。あそこだ。まあ攻撃してもらったおかげでどこに行くかが分かった。鉄拳、エレキテル鉄拳。エレキテル鉄拳、相手を時々麻痺にするってか。攻撃力5。あ、これ階段か。なんかと思った。吉野の王よ、兵庫第三共栄丸、海賊のお頭だ。さあ君たち、海を守るため一緒にドクタケ城と戦おう。カラカリ村にいるわしの仲間が船を迷彩艇に改造してくれるぞ。カラクリ村に急ぐんだ。おっと、仲間の印を忘れちゃいけない。割り札持っていきな。今日は第三共栄丸。
船を目立たない迷彩船にすればドクタケ城の出城に近づける。おかげで沈められたという。んで、そのカラクリ村ってのはどこだーと。時々なんか変なのが出てきて相手をしびれさせるっていうやつか。これであの空飛ぶやつも簡単に倒せるけど経験値が少ねえよ。ちょっともう一回第三教員丸さん場所を教えて。前にあった。乱太郎たちが海に沈めたあの大筒の。こりゃ俗に言うここまでってやるか。連打はできなくなってるけど、連打を取るか麻痺を取るかか。力を取るか技を取るか。とにかく迷彩村っつうものを見つけないことには話にならねえな。あ、逆にこいつはもっともなかもだった。んでここがドクタケで迷彩村。今まで連打やってた分なんか勝手が違うな。
バタン入られた。しかもあれ倒れた方一つ勘違いしたために、うわさっきの回復が、またパターン入られた。そこだ。はい。ここもドクタケかい。うん、まあとにかく。ここは懐かしいとこだ。つまりここではねえことだけは分かった。冷めたチャーシュー麺で待っていよ、冷えた八方斎ジャンプオーキーっていう風な声が聞こえてきそうだな。10で強そうって、ここはまだ行ってないな。変だな、どこまで行ってもあの島には近づけないよ。次に言えば出口もない。出口のない迷路。コナンの第1期だか第2期だかのオープニング。はい、はい、ちょっとここに来て、ちょっと呼ばれたのでここで合言葉を聞いて、これで失礼したいと思います。迷彩の村が見つかるね。それじゃ失礼します。